クラウドコンピューティング、スマートフォンの普及など IT 通信情報業界は日々加速度的に環境変化を遂げ、新たな市場開拓のためのイノベーションが求められている。閉塞感が漂う日本経済の中で、世界市場を相手に戦うために急務とされるのが旧来型ビジネスモデルからの脱却、そして競争力のある海外企業との差別化。日本経済の立て直しにはまだまだ課題が山積している。そんな国内の IT 業界にあって、ソーシャルゲームのリーディングカンパニーを牽引するクラブ株式会社代表取締役社長真田哲也。真田は戦略的イノベーションで事業形態を大転換、そして今世界市場を視野に事業拡大を構想している。今回は成長戦略を成功へと導く真田が抱く革新に迫る。リーダー&イノベーション、賢者の選択。リーダー&イノベーション、賢者の選択。ナビゲーターの蟹瀬誠一です。白石美希です。今回はですね、はい、東京六本木のオフィスビルからお送りしています。蟹瀬さん、ここはクラブ株式会社のエントランスなんですよね、うん、なんだかね、未来のオフィスに来たみたいでね、はい、ちょっと僕らが落ち着かないんだけれども、ね、異空間な感じがしますよね、ただ IT っていう雰囲気がこう漂ってて、で私一応明治大学国際日本学部学部長として、はい、まあ、若い学生とね接してるわけですけども、若い人たちにとってはこの IT と接するっていうのはもう当たり前の世界ですよ ね。白石さんもそうでしょ。はい、もう小学生の頃からパソコンの授業があったり、うん、あの中学生の頃はもう携帯電話が普及してましたね。そうか、ちょっと年齢を感じてしまいますけどね、ただそういう IT の業界の中ではですね、やっぱりコンテンツだとか、それからそういうサービスを提供する企業は本当に厳しい競争にさらされてるんですね。しかも競争の舞台が国内だけではなくてグローバルに広がっているというわけで、今回は IT 企業の成長戦略に迫ってまいりたいと思います。はい、それではゲストの方にご登場いただきましょう。どうぞ。すごいですね。こんにちは。こんにちは。はい、いやー、なんか4年ぶりになりますかね。そうですね、以前もこの番組、はい、あの出演させていただきまして、はい、もう4年にもなりますかね、はい、あの時と比べるともう全然違う会社って気がするんですけどね。もうまるで別の会社になりました。はい、今日はいろいろと伺っていきたいと思いますが、まずはですね、はい、クラブ株式会社の特徴を一言で表現しますと何でしょうか。一言は難しいんですけど、はい、そうですね、型にはまらずどんどん新しいことをやる会社っていうところですかね、はい、もう今拝見しててそうだろうなと思いました。そうですね。では本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。せっかく弊社までお越しいただきましたので、少しですねこの弊社の中をご案内させていただきたいと思います。はい、はい、楽しみですね。はい、よろしくお願いします。あ、これが会社の入り口なんですね。そうですね、はい、ここ入り口です。はい、いきなりこんなものがあるんですか。これ何ですか、これ何ですか、何ですか。そうですね、まずちょっと一回顔出してみてください。ここからですか。はいはい、私じゃあちょっとはい、こうすると何がしたくなりますか。まあね、これで終わらせたくないですから写真撮りたいですよね。そうですよ、はい、そこが狙いなんです。今の時代その会社の宣伝をいわゆる準広告をしてもあまりこう広がらないんですね。それに対してツイッターとかフェイスブックとかそういう SNS メディアが今すごい発達していて、その会社のブランディングをするためには SNS とかそのツイッターでいかにたくさん書いてもらうかってことが大事で。ではツイッターで書いてもらうにはどうしたらよいのか。人は写真を撮るとツイートしたくなる。何があれば写真を撮るのか。人は珍しいものや面白いものがあれば写真を撮りたくなるはず。そこで観光地などに置かれているパネルを置いているのだ。ここでこう来て写真を撮った人がその写真をすぐツイッターとかフェイスブックに載っけてアップすると、それを誘発するためにこういうのをわざわざ置いてあるんですね。これまさに発想の転換というやつですね。そうですね、順番がそっちから逆転して考えてます。はい、アイデアを出すためには、まあ、常に課題とか疑問とかをまあ常に持ち続けて、でそれを、まあ、発想の順番を変えてみるとか、そういうことをしていくと
いいと思ってます、うんはい、こう例えば学生さんが、はい、採用の面接に来たとでクラブに行ってきましたって言って、うん、自分の仲間に言うと、面白い会社だねっていう話で応募者が増えると。確かにそうですね、はい、時代はここですね。じゃあちょっとこの会議室周りから、はいまあ、広々としたオフィスですね、はい、でもこんなちょっと変わった会議室だ、はい、あれこれ会議室なんですか。はい、壁一面こんな、はい、いろんなキャラクター恋してキャバ嬢、はい、当社のヒットゲームですね。いろんなキャラクターの部屋があります。あ、いろいろあるんですね、はい、この他にも、はい、キャラクターが出迎えてくれる。これはちょっと驚きだね。ですね。こんな事務所は僕初めて見ましたよ。インパクトありますね。両サイドはミーティングルームですね。そうですね。すごい。あの部屋ごとにテーマカラーがあって、はい、あの壁も椅子も全部その部屋ごとに色が違うんですね。グレーとか青とか、はい、ここは青の部屋、ここは緑の部屋。じゃあ中入りますか。はい、はい、オフィスになるんですね。はい、そうです。あ、どうぞ。お邪魔します。なかなか広い部屋で、はい、わー、広々としてますね。みんな若いですね。そうですね。あと大学来たのかと思っちゃう。平均年齢30歳5ヶ月だそうです。はい、自然とこういった若い方がこちらの会社に集まって、いや、意識して若い人を集めてますね、はい、そうなんですか、はい、それはどういう理由からなんですか。この業界やっぱり若い人を中心でやっていかないと競争に勝てない。どんどん若い人が独立起業してベンチャーが出てくるんですね、はい、その人たちに勝つためにはやっぱり我々もずっと若くあり続けないといけない。やっぱり発想も違うんでしょうね。そうですね。それとやっぱりそのデジタルネイティブというその子供の頃からデジタルに慣れた人がどんどん増えてきますから、その人たちの感覚でサービスを作っていかないといけない。なんかすごい交通標識が本当ですね、大きな。そうですね、横断歩道、はい、よく見ていただくと、はい、下に横断歩道になってまして、面白いですね。パークアベニューとかセントラルアベニューとか、はい、ちょっとニューヨークの雰囲気ですね、はい、実はこのオフィスのデザインを考えるときに、はい、机がビシッとこう成立して、一番スペース効率が高いようにしてるんですけども、まあ、昔ながらのオフィスのレイアウトですよね。で、じゃあそれじゃああまりに遊びがないじゃないかと、うんうん、じゃあ通路で遊ぶ、あの壁とか通路とかで遊んでるんですね。ずっと続いてますよ、道が、はい、ここから。しかもあそこに、あれ牛ですか。牛ですね。はい、いますね。だからスペース効率はびっちり詰めながら、でも空いた空間にしっかり遊びを入れるっていう。しかもね、ああいう壁面を一面景色にするっていうことで広い感じが出ますよね。そうですね。空ですから、はい。開放的ですね。やっぱり若い人が多いだけにこういう遊び心がある、そうですね、大事なんでしょうね。業種的にも我々エンターテインメントのビジネスですので、うん、あ、面白いなと感じれることをやっておくと面白いっていう、うん、それを面白いと思う若い子たちが集まってくる、うん、だからそのどんどん面白いことはもう好きなようにやれって言いますね、うん、実は人材を集める秘密もここにあるという種が、はい、楽しそうに働けるかどうかってすごい大事だと思います。そうですよね、はい。はい、こちらはですね、あの我々のリフレッシュエリアで、はい、通称社員の間ではファミレスと呼んでいます。ファミレスと、はい、椅子がそんな感じだから、はい、ちょうど椅子がファミレスのような作りになっています。面白い空間ですね、はい、東京タワー見えてますよね。そうですね、東京タワー真正面にドーンと見えます。じゃあ今日はここファミレスからお送りしたいと思いますね、はい、はい、社長改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。